この実況を見るときは、部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは。おー、いきなり B の方のキングギドラさんと、三色気流さんも、これはリスナーさん確定ですね。平和協定やっています。ありがとうございます。来ましたね。はい、というわけで、皆さんお久しぶりです。実況動画、ゲーム実況動画、K の大冒険ということでね、この頃実況動画を休んでみました。なんなら生放送とベイブレードばっかりでね、特に何もしてなかったと。まず挨拶。おー、元気な挨拶が返ってくる。じゃあ、それではね、じゃあね、朝日か夕日かわかんないけど、あれをバックにしてなんかいいの撮りましょうか。ウェイウェイウェイ。久しいな、皆のもの。ヒロか。愛ヒロ。こっち来てくんねえかな。そっちの方がいいのか。うん、壊れてるな。まだなんか、なんとなくぎこちないね。じゃあ、ここで行きますか。おー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 、目の前燃える。燃える。じゃあ、燃え盛ってるとこで行こう。で、ここで行こう。行きます。もうちょいギデラさん寄ってくんね。じゃあ、俺が寄るわ。俺寄るわ。もっと三色切る。俺の方。そうそうそう。よし、行くぞ。ほい。おー、ぐちゃぐちゃ。行きます。あれ、ギドラあれか、連続で撃てない感じか。ギドラ先輩どうした、エナジー切れかい。きたー。でもなんかこれギドラさんちょっと場所おかしくないですか。こうなの。おーおー、ギドラ場所あかん。こうだな。あ、惜しい。てかぴったりになんねえな。なんでこんなずれる。あ、終わり。わかった、よかろう。ありがとうございます。でもなんかやり方ぎこちないで、多分あれかな、お初とかね。さて、戦いのやつだ。これ、これ。でもなんか、ちらほら角つくので、どちらかあれじゃないですか。もしかしたら、外人さんのリスナーさんじゃないですか、これ、どちらか。ね。おお、許可取った、許可取った。じゃあやりますか。いきます。多分、ギドラさん初じゃない。ほい、ほい。よいしょ。おーおーおーおお、素晴らしい連続コンボ。おいしょ。さあさあさあ。おいしょ。ほい。ほっ。おー。あ、これはちょっと無駄遣いしちゃったかな。あ、三色キルがハサミ打ちで合っている。はい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 。いった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 。これは痛ーい。いやーね、この頃ね、ほんとね、なんかね、対人戦ほとんどやってませんでしたからね。久々すぎるよね。おー、ナイス。ナイス判断。素晴らしいね。てか、ギドラ使いじゃん。思えば。ギドラ使ってるってことはね。おっと、流れ玉が痛い。ちらほら角つくのは何なんだろう。多分、どちらかが日本人じゃないと思うんですよね。それが、日本人でもその、ちょっと遠めの方だね。真ん中に行って、体内放射。あれ、なんか、吹っ飛んでるぞ、いっぱい。お、それは痛い。危ねえ。ほいほいほい。よいしょ。よいしょ。うおー、おお、後ろから来てる。よかろう。どっちにやってんだーっ。いていて。ここで、こう。よし。これどうだ。
よーし、入った。見た。あれ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 、違う違う寒すぎる。急にハマれたらどうした。ほいほい、さあ行くぜ。おお、防ぐね。あぶね、あぶね。これでギドラ当たるし、向こうからの攻撃が回避できたし、オッケー。おお、なかなか痛え。てかいいね、三色気流とキングギドラとゴジラって結構人気怪獣が揃ってると思うんですよね、今回ね。素晴らしいね。背中向けるべきだったね。横じゃん、思いっきり横じゃん、これ。来た、よいしょー、いいぞ。で、急に後ろ向いてかます。 OK、 ここ、おー、みんな同じ HP になったね。いいよ、危ね。三色キルが、あれどこ行った、そんなところに横から来るな。おうおお、危ない危ない。ほほほほ、おーしょ、おお、ひるめや、おお、これは、おおおおおお、なんちゅうこった。ギドラの方に、よいしょー、おーおーおーおお、先読みだよね。もはや先読みだよね。おお、すげえ、大乱戦。お、どうだ、おお、俺が食らうか、来い。待っていた、もう一発かわす。え、あれどうなってんの、え、え、あれどうなってんの、え、なんだ今の、どんなバグ今。ずっと吹いてたけど、何があった今、そんなやり方ある、バグ狙えるってこと。今のやり方ちょっと誰か教えてもらえないですか。キングギドラでずっと吐いたまま歩いてましたね。おお、先手必勝、よっしゃ。でも今回俺結構ないい立ち回りできたと思う。あとキングギドラのあの戦い方どうなってんだ。え、何、ふって。大丈夫。大丈夫。大丈夫。次どうしようかな。どうやったんだろう。ちょっとね、もし、ゴジラ VS やっている方で、やり方を知っている方いましたら、よければね、コメントをください。そしたらね、早速やっていきたいなと思いますんでね。お、お、お、すごいメンツ来た。お、どうした、どうした、変えたか。これだったらキングギドラ来てほしい。おー、わかってらっしゃる、素晴らしい、素晴らしい、もう言ったそばからね、すぐ持ってくるっていう、この素晴らしい、素晴らしい、わーい、MC。 なんで、なんで笑ってるの。いや、素晴らしい、揃ったね、これは最高っすよ。
ほい、ほい。壊すなよ、壊すなよ、壊すなよ。そこ、ここ、ここ。やべ、画面がもういっぱいなんだけど、この2匹だけでもう画面がいっぱいなんですけど。ちょっと首の長さ考えて、ちょっと前でやるかな。こんなもんかな。そしてスペゴジゾ。やべえな、これ。やべえ、これ半端ねえよ。うーわ。あれ、見えない。ちょ、見えません。ここだな。うーわ。すげえ。おー。ギドラもうちょいこっち向いてほしいな。やば。こんなシーンみんな普通見れないかんね。あ、このアングルいいね。このアングルいいよ。すごくいいよ。スペコジもうちょい前に来てほしい。よし、行くぜ！来たー！ありがとうございます！かっこよかった！おー、シュールな光景。シュールな光景。オッケー。壊すなよ。ユダラそこ壊すなよ。壊しちゃダメよ。壊しちゃダメだよ。なに？なに？なに？ダメだ。ダメ。ダメだよ。あかん！あかん！ダメ！ダメ！ダメ！そこ壊しちゃダメ！聞いてる？聞いてる？ダメー。わかる？わかる？おーい！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 貴様。貴様よくもやってくれたな。この借りはでかいぞ。ほい。一応ね、ちゃんと合図ね。はい。あ、もう始まってんだ。じゃあ行くかな。おーおーおお、なんか負けた急に。いた。すーん。おー、なんかバグしようとしてるのかな。なんかやってんな。打ち落とせ。うお、届かないか。ウィーン。羽で見えませんっていうの。うおー、やばい、やばい。てかデストロイヤーの背中かっこよすぎる。おお、何、タックルで負けた。ほいほい。おお、今なんかちょっと良かったね。欲しいね。おっと、突っ込んだら。おお、当たったっぽいね。かっこいい。空を自由に飛べない君だ。スペゴジも撃ち落とす。ほっほっ、よっちょい、ここいける、ここ、ほいほい。おお、横から来るか。なるほど、素晴らしい。おお、いいね。スペゴジが至近距離で戦ってるよ。ほいほい。おお、え、スペゴジってこんな強かったっけ。おお、やべ、かっけえ。撃ち落としまくり。俺も入れろ。すーん。おお。おお。ほい。おおおお、なんかすごいことになってる、すごいことになってる。おっとっと。やべえ。うおお。ほいほい。
ビー、いけ、うわっ、ほっほっ、おギドルに渡ったぞ、よし、おっと痛い、すげえ光景、うわっこい、おお。おお、いいぞ、うわっ、おおおお、死んじまう。そこ、おお、なんだスペゴジとの共同作業、おお、離れる、離れてゆく、おお、ギドラも飛ぶ、だが追っているね、これは撃ち落としたいんだけど。やば、おお、なんだ、やべえ、なんだこの光景、みんな大好きな怪獣勢ぞろいでしょ。ここ。おお、辛そうね。おお。ほい。怖いな。おお、待った、それは痛い。あぶね。おお、もう俺あと1ミリ。HP1 ミリ、スペコジも1ミリ、ギドラだけほんのちょっと余裕がある。これなあ、真正面から攻めたら俺死ぬよな、返り討ちだよな。この HP だとミサイル一発撃たれただけで俺死ぬからな。でスペコジに注意を向けると後ろからギドラにやられるので、これすごく難しいですね。おお、飛ぶ、おーおーおお、危ない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 、おお、近づく、スペゴジ、そこ、あれスペゴジやった、嘘でしょ。嘘でしょ、あいつが残った、おい、やろうぜ、おお、なんでこっち来るかと思った、どっちだ、そっちか、さあ次はどっちだ、やべ、これはやっちゃったな、ビームやってればな、ワンチャンありましたね。はい、というわけでね。じゃあまあ今回はここら辺で終了しましょう。あと、23勝すれば僕300勝ですね。はい、てなわけで、まあ300勝を目指してこれからもやっていきたいと思います。まあね、300いってもまだまだずっとやりますんで、お楽しみにしていてください。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあね。